中国ではコロナウイルスの新しい波を迎えた昨年末から今年初めにかけての2ヶ月間で少なくとも10人の中共軍医が死亡しましたそのほとんどが中共党員ということですその中には元中国皇帝院の院士南京軍区の南京総合病院委員の副院長の霊海樹を含みこの十数人は生体臓器狩りに関与したとされています1月31日中共東部戦区総合病院は 中共の優秀党員で中国肯定院の院士外科専門医中国医学科学院の学部委員元南京総合病院の副院長南京大学教授の霊海寺が1月30日に南京で死亡した去年98歳だと発表しました霊海寺と彼の勤務先である南京総合病院は生体臓器狩りに関与しているとのことでファールンゴン迫害国際調査組織の調査リストに入っています 劉イイは2003年4月にアジアで初めての同種遺体の肝臓と小腸の複合移植手術を行いました国際調査が2014年9月27日に公開した第1回目の報告資料には中国の228箇所の病院の医療従事者1,814人がファー・ルンゴン学習者の臓器を非合法に摘出した生体臓器狩りに関与したとして医療従事者にリストアップされその中に劉快児が含まれています 霊海寿兄弟3人は中国皇帝院の院士であるとともに中共の軍医です。霊海寿の兄である霊豪は、中共第四軍医学院と第六軍医大学の外科准教授、第三軍医大学外科研究室の副主任兼熱傷診療科の責任者、同大学副校長兼熱傷研究所の名誉所長を歴任し、1994年には中国皇帝院の院士になり、 1999年9月21日に死亡しました。霊海樹の弟である霊来遺跡は、2010年に自宅である南京の14階建てビルから飛び降り自殺しました。彼は、南京総合病院の副院長、解放軍腎臓病研究所の所長で、中国の非合法腎臓移植手術の道を開いた医師として、大量の生体臓器狩りに関与しました。中国軍網の報道によると、 レイラの腎臓移植センターは2004年だけで毎日平均3件以上となる1000件を超える腎臓移植手術を行いましたレイラは中国腎臓移植解説書の第一版と第二版の編集長を担当し中国で臓器移植技術を医師たちに伝授し数多くの血で手を染める後継医師を養成しました中共の訃報によると昨年12月から今年の1月までで 南京総合病院副院長の霊界寺を含む少なくとも10人の軍医が死亡しています。1月27日、陸軍医大第一附属病院幸福科の一級教授であった護送役が重慶で死亡しました。去年89歳。護送役は中共政府及び軍部から多数の科学技術賞や名誉称号を受けています。不報によると彼は中共の優秀党員でした。1月25日、 中共党員で空軍医大学航空工展の医学系教授である各種一が死亡しました。去年90歳。各種一は生前、全軍眼科専門委員会屈折工学組の副組長で、中共政府及び軍部から多数の科学技術賞や名誉称号を受けています。1月16日、中共の旧工軍の軍医であった李右航が死亡しました。去年101歳。李右航は生前、 中京軍211病院の医務主任、副院長と院長、国立工軍区の広報部副部長を歴任しました。1月8日、元生徒軍区司令官で中将である、利用機をおしの妻である任慶蘭が死亡しました。去年93歳。任慶蘭は軍医で、中京軍の退職幹部でした。昨年12月27日、 中京党員で石膏省蔵山県赤十字大を病院の退職幹部であったデ金和がネ派で死亡しました。去年は86歳。デ金和は生前、福州軍区広報門神部の軍医、蔵山県赤十字大を病院の医師で副主任、副委員長を歴任しました。昨年12月26日、中京党員で元空軍公衆病院伝染課の副主任であった、張義春が公衆で死亡しました。 去年86歳、張義春は生前、主治軍医師、空軍甲州病院の伝染科副主任、主任医師、第458病院の伝染病予防治療センターの主任などを歴任しました。昨年12月24日、元石膏医科大学甲州キャンパス投資部書記で退職幹部の孔尻が孔州で死亡しました。去年91歳、孔尻は生前、石耕省民警総体病院の軍医、 浙江省公安総体病院の外科主任軍医副院長を歴任しました昨年12月24日中共党員で元中共軍第89病院副院長の王聖知が山東省で死亡しました去年91歳王聖知は生前主治軍医外科副主任などを歴任しました昨年12月6日 中共党員で元甲州軍区総合病院専門組主任医師の白頭が甲州で死亡しました。去年96歳、白頭は生前、甲州軍区甲州総合病院の普通外科副主任研修治医師、主任医師などを歴任しました。コロナウイルスが中国で蔓延していた時期の昨年12月以降に出た大量の死亡者の中には、中共党員あるいは中共のために働いていた人が多くいます。 前期の死亡した人はほとんどが中共党員です。注意すべきところは、中共軍部の病院が罪悪とされる生体臓器狩りに深く関与している点です。国際調査が出した2012年5月29日の調査報告によると、中共の軍や警察病院などの医療機関はファールンゴン学習者の生体臓器の摘出に参与しています。報告書によると、中共のファールンゴンへの迫害の中での軍は重要な一部であり、 軍病院での臓器移植件数は想像を超えるほどで、軍医大の付属病院でも大量の臓器移植が行われたといいます。報告資料には、中共の軍や警察病院は組織的にファールンゴン学習者の生体臓器摘出に関与して、学習者に対する絶滅的な集団迫害を行ったと記されています。中共軍の特別な位置と独自組織の全体主義管理は、迫害の残酷さと機密性に深く関与しています。これは、 当時の中央軍委員会主席の江沢民が推進したファールンゴン学習者に対する名誉を汚し経済的に破綻させ肉体を消滅させるという絶滅的政策の事実を裏付けるものであり軍と警察を含む国家組織を利用してファールンゴンに対し全面的システム的に集団絶滅罪を犯したものです。国際調査の報告書によると 中国の軍病院では2000年から臓器ドナーの獲得が異常なほどに増えており、迅速で全面的に想像を超える臓器移植手術が実施されています。同時に報告書は、軍病院の運営システムは中共政府の衛生部門とは関係なく独立しているため、実際に実施された臓器移植件数は情報元から確認できる数をはるかに上回ると指摘しています。今回の新資格ニュースはここまでです。 私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。